こんにちは。北陸の魅力を発信するワーキングメディア、私ごとの今村です。今回は前回に引き続き iPhone だけでおしゃれなリール動画を作る方法についてお話をしていきます。前回の知識を使って撮影した動画素材を使って編集することを前提としていますので、前回の撮影編を見ていない方は、まずそちらを見てからこの動画を見ることをお勧めします。今回の目次はこちらです。今回の動画を見ることで、こんな感じのリール動画を作ることができるようになります。ぜひ、思い出を素敵な形として残すためにも、最後まで見ていってください。よく、インスタグラムのおすすめで出てくるリール動画は、難しそうな編集ソフトを使っているんじゃないかなと思っている方、多くないですか？僕も初めはそうじゃないかなと思っていたのですが、実は編集アプリやソフトを新しくインストールしなくても、Instagram 自体にリール動画を作る機能があります。では、これからリール動画を作っていくにあたって必要な知識をご紹介します。リール動画を作る際は、まず、ホーム画面から右にスライドします。下のところをリールにします。これでリール動画を作る準備は完了です。画面左にいくつかアイコンがありますが、まずは、音源、エフェクト、長さ、この3つを押さえておけばリール動画は作れます。では私のリール動画を作る手順を紹介します。これはあくまで私の手順なので、自分のやりやすいと思う順番で作成していただいて構いません。1、撮影した素材で使いたいものを選ぶ。2、音楽を選ぶ。3、動画の並び順を決める。4、トランジションをつける。5、テロップを入れる。では、それぞれの手順を詳しく見ていきましょう。1、撮影した素材で使いたいものを選ぶ。撮影した動画で使いたいものをまずは選びます。画面左下から撮影した写真を選ぶことができます。この時は特に順番は意識せず、うまく撮れたものだけを選びましょう。2、音楽を選ぶ。次に音源を選びます。何を選んでいいかわからない方は、おすすめの曲がすぐ出てくるので、ここから気に入ったものを選びましょう。3、動画の並び順を決める。次の手順からは、より動画のクオリティを上げるためだけのものですので、より良い動画を作りたいという方以外は、これで投稿して完成です。4、トランジションを入れる。トランジションとは動画のつなぎのことです。トランジションを入れることで、このような表現をすることができます。あまり使いすぎると見づらい動画になってしまうので、リール動画の中では使用回数は2から3回を目安にして使ってみましょう。5、テロップを入れる。お疲れ様でした。これであなたもリール動画を作れるようになったはずです。リール動画作成の手順は、1、撮影した素材で使いたいものを選ぶ。2、音楽を選ぶ。3、動画の並び順を決める。4、トランジションをつける。5、テロップを入れる。でしたね。はじめはならないかもしれませんが、リール動画制作は非常に楽しいですし、後から見返しても楽しむことができるので、旅行やお出かけに行った際に動画を撮影したら、ぜひチャレンジしてみてくださいね。